回に引き続き番のパクのお話やめたらって言いたくなる。 TBS ニュースデジタル番のパクのシンボル大屋根リング巡り、リングで搬入に制約生じる、費用高騰に建築遅れ、問題山積の大阪関西番のパク。1月1日に能登でどえらいことがあったので、すんません、ちょっと中止って言ったらええんちゃうの、延期でなく中止、国の威厳に関わるんかもしれんけど、お便所1箇所2億円とかもそんなんいらんで、終わったら潰すんやろ。報道によりますと、会場建設費の高騰にパビリオン建設の遅れなど、遅れてんねんって間に合うんかな。次から次へと問題が噴出している大阪関西番のパク吉村さんやから、後で国になんとかせえって泣きついてくんで、当たり前のように言うてきはんで。コロコロリンが始まった時、医療用の防護服とマスクを中の国にプレゼントして、在庫がないから国になんとかせえって言ってんけど、お前やろ原因って。まるで政府が悪いように言うのがお得意。維新の正体ティグレやからな。ティグレを作った上田の匠家。これ中止になったら愛の R とかめっちゃ影響が出るみたいやから、うふふふふやねんけどな。ほど戻って、そして今日、建設業界のトップが新たな懸念点を指摘しました。来年4月開催予定の大阪関西万のパク。今度は万のパクのシンボル大屋根リングをめぐって、建設業界のトップが今日懸念を示したのは、日本建設業連合会の会長の宮本さん。リングの内側のパビリオンなどの建設は、これから着手するものも多く、今後すべてのリングが繋がった際には、内側への重機や資材の搬入に制約が生じる。で、万のパク会場の完成予定 CG が映し出されたみたいで、会場の周辺にリングが完成すると建設用車両が出入りできる経路が狭まり、内側のパビリオン建設に遅れが生じる懸念を示したのです。これちょっと間に合うんか間に合わへんのちゃうの、知らんけど。大阪市の市長の横山は、これ維新の市長やで。昨年12月、リングは開いているところもあり、資材の出入りはできると話していましたが、建設業界としては搬入経路が狭まると指摘したものです。爪が甘いね。で、先ほどの会長の宮本さんは、そういう意味では一日も早く着工していただきたい。万のパクはこれ以外に問題が山積です。会場建設費は当初想定の2倍近くに増加。海外が独自出展するパビリオンはおよそ60カ国が建設予定ですが、着工済みは5カ国にとどまります。大丈夫か？岸田の風民が今月1日、万のパクを延期中止する必要があるとは認識していません。ここは風民、維新が困ることしようや。政府は間に合うと強調。ただ、能登の半島の地の震の復旧への影響を懸念する声もあります。で、先ほどの宮本の会長さんは、過去書きで、能登の復旧復興は土木工事が中心になるので、万のパクの工事の方では、我々が関与する土木工事はほぼ終わってきているんで、そういう意味では影響は少ない。あ、よかった。山積する課題を乗り越えられるのか、万のパク開催まであと416日です。いや、もう大丈夫か？やねんけど。働き方改革で昔のように突貫工事できへんのちゃうの、知らんけど。維新に乗っ取られてしもてるから大阪めっちゃ怖いなって私は思ってるんですけど、維新の正体ティグレ、ティグレを作った上田の匠家。維新に上田の匠の秘書からスタートして、ティグレの顧問をなさってた谷畑の隆さんっていう方がいらっしゃったんですね。谷畑さんの一番最初の政党は社会党なんですけど、上田の匠が日本の友さんの党、友さん共産、そして共産系の日本の声に移りました。ソビエテタ連邦大好きやねんけど、中の国の友さんは嫌いやでを明確にした政党です。で、ソビエテタ連邦なくなって社会党に行ったんですが、社会党も友さんの党も第二インターナショナル時代は同じ組織やったんで、どっちでもええねんみたいな感じやねんな。で、上田の匠さんは部落解放同盟委員長をなさってた、すごいよかった。ちょっと怖いおじちゃんやんな。維新って、それ系の人たちがバックにいるってイメージやねんけど。維新は大阪と構想で大阪市を国から独立させようとしてた。これは地域の革命運動、民族解放運動は
中央は嫌うけどやらなあかんねんって書いててんけど、どこの民族やったん？大阪維新の公式ホームページに書かれてあってんけど、丸山の穂高さんが維新にいらっしゃった時、北方の領土は戦の総するしか取り戻されへんねんでっておっしゃって、それが問題発言となり大騒ぎされて、今の代表の馬場の信之と片山の虎之助がロシロシの大使館にお詫びに行った。あ、やっぱこいつらコミッテル系やねん。コミッテル古民のテロン。コミッテルでなくなったことになってんねんけど、コミッテルには指導団体がございまして、そこめっちゃ有名なところなので、亡くなったふりしてるだけちゃうの。トモさんは地下に潜るって言われてたって、私のおばが言ってたんですけど、トモさん共産。私は戦時中までに出版された先人の書を紐解いて、歴史の真実ごそごそして Amazon Kindle 電子書籍で出版してきたんです。社会統計の実にお偉い肩書きが立派すぎる、素晴らしいとされる先生とお仕事をさせていただく光栄な機会に恵まれて、政治学者ってこの程度でなれの？てか社会党ってなんなんっていう疑問を解消すべくずーっとリサーチしてたんですね。社会党は社会の窓主義、インターナショナル、実に恐ろしい国際組織に加盟する厄介な連中の集まりやったんですが、第2インターナショナル時代、トモさんのと第3インターナショナルコミッテル国際共産党と同じ組織やったんです。ロシロシで大きな核の命が起こって、ロシロシ核の命、あれが成功してレニーのおっさんがホマをレーって伸ばす、マルクスレニー主義のレニー、あれが第3インターナショナルコミッテル国際共産党に独立させた、させなさいって言われたんやと思うねんけど、鳩山の幸男がミンス作った時、社会党の連中が紛れ込んでるからダメなんだって言われてて、社会党が社会の窓主義、インターナショナル、多分きっと鳩山さんは社会党に代わる政党を作りなさいって言われて、で維新ができた時、ミンスの連中わんさか入り込んでんのに、維新はクリーンな衛生党みたいに思わせようとしてたやん。文化の人放送局やったんちゃうかな。文化の人放送局の定款日経テレコンで調べたら、葬儀業死体埋没準備とか書かれてあってんけど、お葬式屋さんのネット配信をありがたく見てはんねんな。日本人であるならば保守でないといけないってやってる連中、一時期維新に期待させようと一生懸命やっててんけど、維新の正体奇遇でやのにな。日本で保守論客で活躍できる人たちって、お隣の K の国の州の教のメディアで活躍している人だらけやんか。今まさに騒がれている T1 教の会&お幸せ&天理のメディアで活躍してるなって見ててんけど、今は光と闇の戦いが行われてますっていうスピリチュアルのお話、これ信用してらっしゃる方結構いらっしゃるみたいねんけど、光と闇の戦いで光側が勝ってて、光側がプッチンプリみたいな名前の方と習近平さん、中野国とロシロシってレッドチーム赤組で、光側がトモさんの主義の人たちっていうことなんやろな。これまで宇宙人がこの世を仕切ってました。あれ、やゆうよの言うどこ行ったんって私は思ってたんですけど、私10代後半でジョセフ・マーフィー先生っていうニューソードの牧師の書籍一生懸命読んでて、潜在意識の活用、今で言う引き寄せの法則やねんけど、転職した時に潜在意識の活用ってすげーって心から実感して感謝してんけど、30過ぎてからニューソードと翻訳家が恐ろしいことに気づくんですね。そのきっかけは20代後半でスピリチュアルの勉強会行ってきてって言われたから、行ってきたら気持ち悪かったんですよ。新しいエイジ君、ニューエイジやと思うねんけど、そこから私スピリチュアルウォッチャーになったんですね。スピリチュアルオタクとか極めようとかじゃなくて、キモいもんとして観察するウォッチャー。ジョセフ・マーフィー先生の潜在意識の活用はめっちゃおすすめやねんか。ニューソードの教えっていうよりも、フィニアス・クインビーさんの発見を宗の教の団体が利用した活用したってだけっぽいんですよ。教会やセミナーに行ってしまうと革命戦士みたいなこと鳴らされてしまうねんな。よかった、セミナーとか行かなくって余計な金取られるだけやんか。儲かるのは主催者ばかりなり。日本人であるならば保守でないといけないっていうのは間違いと思うで、保守は極左かカルトやなって見てたんですね。極左っていうのは蓮舫、原口、後ろから前原、モナオさんとかいっぱいおんねんけど、今の立憲の代表の泉野健太、角丸枝野もそうやってんけど、頑張ろう日本、国民協議会に出入りしてた。調べ出した時にそれ見つけて、その主張が新保守主義的って書いてあって、新保守、あ、だからこいつら我こそが保守とか抜かすんやと思って見ててんけど、保守保守うるさい人たちはニューソート運動やらされてるんやろなって、ニューソートに焦点を合わせると面白いようにニューソートにつながっていて、保守の代表格の方がニュースキャスターなさってた方が、ニューソートの基礎になった宗の教の宗派関係ない日刊誌、キリストさんの日刊誌にお勤めやったクリスチャンサイエンスモニター、クリスチャンサイエンスがおそうめんと共生関係にあってん、おそうめんっていうのは自由なおそうめん屋さん、自由フリーおそうめんメイソン、
お染め屋さんのお眼鏡にかなった人しかトップになれないところが、お米の国って書くところ、でんでんじいさんがやってるところ、多分次トレーナーに変わると思うで、知らんけど。で、トムさんの党の大元コミッテル国際共産党第三インターナショナル、コミンのテルンやねんけど、お染め屋さんが指導団体、自由なお染め屋さん、自由フリーお染めメイソン、盛大なプロレスが行われてて、うちらはおそうめんを敵視することなく、昔から、私たちが生まれる遥か昔から計画してんねんから、おそうめん劇場、おそうめん劇団員の寸劇で、うちらは資本主義国で日米同盟があるからなんとかなってる状態、これをキープする。他の国で行われてる気の毒なこと、かわいそうなこと浮上させて、うちら日本国民に何とかしてあげないとって思わせようと、保守保守うるさい人たち、好きにハマってらっしゃる方たちはやってきますけど、他の国で行われてる気の毒なこと、かわいそうなことは、トムさんの主義、社会の窓主義に乗っ取られて、そういうことされるようになってしもてんねんから、うちらは、その国のご先祖様が作ったカルマ、ごめん、関係ないね、どうでもええね、って背を向けるべきですよ。赤くて酸っぱい連中は、統一戦線工作言って、同じ部隊に引き上げて一緒に潰していく工作、企てとんねん。知らんがな、どうでもええねん、うちらさえよかったら。で、ええわよ。お米の国のミンスは、進歩同盟っていう国際組織に加盟してんねんけど、そこは社会の窓主義インターナショナル系で、社会の窓主義インターナショナルではどもこもならんっていうことで名前を変えて新しい団体作ったみたいやねんけど、社会の窓主義インターナショナルの副議長を務めているすごい方がいらっしゃるんよ、日本に。それはミズトン、福島のみずほさんやねん。昨日お習字披露してて、小学校で止め跳ね払い、お習字の基本教えられてへんのちゃうの。うちら日本国民は資本主義と日米同盟だけ守ってりゃええねん。それには自民しか選択肢ないねん。政治家は人で選ぶものではなく政党で選ぶもんやねん。大阪は維新に乗っ取られた形になってるけど、次は維新に入れたらあかんねん。自民もとんでもしか出してけえへんから難しいとこやねんけど、とても恐ろしい計画があって、国民が選んだという形を取らせて、資本の世界を潰させて、社会の窓主義の世界にいざない、後にトムさんにしていく世界を一つにワンワールドっていう計画があんねんけど、これを阻止するために、いやでも自民しかないねんでっていうことなんですよ。万博は私行けへんと思うねんけど、今後どうなるのか見届けようと思います。やめたらやねんけど、やめたら IR の計画とか大変なことになんねやろ。